なあ、ロクサーヌ。装備品にスキルをつけたいのだが、どうすればいい？スキル付きの装備品を購入するのが普通です。魔物が持っているスキル能力が少しずつ溜まったものだそうです。装備品と融合すれば、全ては融合する鍛冶師の腕次第とされています。スキル付きの装備を作るには鍛冶師に頼むしかないってことか。失敗することの方が多いからか、鍛冶師は直接取引を嫌がりますし、だとしても信用できるかどうか分かりません。スキル結晶の融合はトラブルの元だな。よほど親しい鍛冶師がいるなら話は別ですが。なら鍛冶師をパーティーに。あ、いや、なんでもない。ロクサーヌはこの革の鎧を問題なく着れた。くっ、弱者に合わせて伸縮するといえども、これはあまりに破壊力が。ジャケットの方は体のラインが強調されることはなさそうだ。パーティー編成、ロクサーヌ。じゃあそろそろ行くか。はい、ご主人様。